ね、主人公のニュートの声をご担当されて、はい、またねシリーズ1、2、そして3と続くわけでございますけれども、はい、あのファン旅の時に監督が宮野さんの日本語吹き替え版をお聞きになられても素晴らしいというふうにおっしゃってたんですが、嬉しい、本当に嬉しい、これ本当に嬉しくて、なかなかやっぱそうやって監督が実際にこう 見るって言ってくれて、で見ておーって言ってくれたのはやっぱ、まあ、こだわって僕もね、演じたので嬉しかったですね、うん、言葉が通じない中でそういうふうに評価されるって本当にすごいなと思います。だから、うん、頑張ってよかったなって思うし、やっぱそうなんだろう、あ、感じ取ってもらえるものはあるんだなって、うん、良さって ねなんかあるんだなっていう、うん、デビッド・イエス監督がねまたきっと聞かれるんじゃないかと思いますが、うん、さらに言うと宮野さんは、はい、まあね、前のこのファン旅の来日の時にエディ・レッドメインさんですよ、はい、ニュート・スキャマンダーさんにもリアルでお会いされております、はい、お話もされたと思いますが、いいでしょう、いいな、今度来た時呼ぶよ。いや本当にそうしてください。会いたいでしょ、会いたいです、本当かっこいいんですよ、やっぱりそうなんですね、めちゃくちゃかっこいい、はい、うん、ですごく気さく で僕2回お会いしてるんですけど、いい、また会えたねって向こうから言ってくだ、覚えててくれてたんですね、そう、そうなんです、で写真一緒に撮りました。いいな、いいです、羨ましい。ファン旅といえばやっぱり魔法動物だと思いますけど、はい、川北さん、まず魔法動物で誰かお気に入りはいますか。いや、さっきもねちらっとお話にも出ましたけど、うん、やっぱりネフラーが大好きです。ネフラーが、ネフラーかわいすぎる。かわいいよね、もうなんか見た目すごいかわいいのにちょっと悪いところがすごく、いたずらっ子がすごくやっぱりキュンとしますね。うん、そうそう、ただねちゃんといい、なんかいいところでね活躍するんですよあいつはね、うんうん、そうなんですよね、そう、だからよしよしってやってあげたくなるし、あとベビーニフラーもかわいいよね、あのちっちゃい、ちっちゃいのがいっぱいいっぱいいるのがね、大好き、大好き、俺も大好き。そうですよね、